金人口日帰りの旅。パオズは大きくて、ジャオズーは小さい。パオズ数個でお腹いっぱい。金人口の由来を知ってるか？こんにちは。健康武術に興味はありませんか？
あんたたちが金人口のために頑張ってくれたことは知ってるよ。ゆっくり食べてね。こっちにはお持ち帰りの分も用意してあるから。Thank you.
こんにちは。健康無事。いいところに来てくれました。ちょうど坊ちゃんが会議の作戦に関する話をしようとしていたところなんです。会長は自身の過去の経験と数値に基づいて話すのが好きなんです。もちろん私たちにもそれは可能です。会長と玉空様も到着しました。準備はよろしいですか？私も準備できたよ。正式に交渉をする前に手持ちの材料を確認しましょう。これは金人口復興計画の最も分かりやすい成果です。さらに金人口が商業的に息を吹き返した証だという点も重要です。このお金は金人口商業区入札の保証金として使われます。同工房は不当と提携するようになってから業務範囲が広がり、利益と同時に評価も上がっています。多くの顧客が名声を聞いて来店し、客数は上昇を続けています。これは会長の推測とは真逆です。この資料から金人口の繁栄は時代によるものだと分かります。最も輝かしい時代と比較しても金人口の取引量は現在とほぼ変わりません。公開会議が始まります。今日は招かれた私が天白氏を代表して金人口商会の公開会議の司会をさせてもらうわ。秘書さん、あなたたちの方は全員揃っているかしら？こっちは全員揃ってるよ。で、会長は？ここにいる。あんたが会長なの？そうだ。この老いぼれとて公の場に出たくはなかったが、今日の会議は金人口の未来に関わっている。だから出席せざるを得なかったのだ。どうした？鉄の塊と向き合って怖くなったのか？金人口に金人がいるのがそんなにおかしいか？皆を集めたのはあなたたちの雑談を聞かせるためではないわ。会長、金人口に対するあなたの計画と考えを述べてもらえるかしら？金人口に対する若者たちの情熱は理解できる。私も同じ。お前が望む繁栄は俺たちが考えているものと違うのか？
あなたたちが望む繁栄は金人口に対する若者たちの情熱は理解できる。私も同じものを持っている。カンパニーは金人口を物流中。俺たちのやり方はカンパニーとは違う。そうだよ、カンパニーは金人口を引き継いだ後、私たちは店舗を守るやり方を選ぼうとしてるけど。守る？犠牲？それは物流が金人口の中心となれば、銅工房のような会長っては完全に私たちのことを。カンパニーは金人口を物流中継倉庫へと改造しようと計画。これを見ろ。これで何を説明し、カンパニーは金人口を物流中継倉庫へと改造しようと計画している。あなたたちが使用。これを見ろ。これで何を説明しよう。カンパニーは金人口を物流中継。過度な開発は客人たちの観光に影響を与える。それは数値を見て出した結論。歴史的な数値の方があなたたち。今の供述。過度な開発は客人たちの観光に影響を与える。これを見ろ。これで何を説明し。過度な開発は客人たちの観光に影響。これを見ろ。これで何を説明。過度な開発は客人たちの観光に影響を与える。観光客は減ってなんかいない。この数値は銅工房が不当と提携してからの売り上昇が続いているだと。あなたの方が私よりも秘書さんのことを理解しているはずよ。これはただの例に過ぎない。私会長、もし私ならこの例を一般的。お店のことを考えられない紹介に意味なんてない。ふむ、あなたたちは私が過ごした時代を経験して。お前はただ年寄り風を吹く。時間は多くのこと。あなたたちは私が過ごしたかつての金人口は私の個室を選ぶ。今の金人口じゃ無価値。そうだ、今の金人口の観光客のこの点を疑う余地はないだろう。今の供述。かつての金人口は私の個室を選んだから今ではたどり着く。今言った過去の話は客観的じゃない。この資料は一番繁栄していた頃の。だがあなたたちは。そうだけど、それ過去と現在は直接比較することはできない。あなたは過去のやり方を直接今に持ち込むことはできない。会長、私から見れば金人口は人のためにあります。ふむ、どうやら会議の結論は出たようね。この前はカンパニーの代表を怒らせて、今回は会長を黙らせるなんて、あんたっては本当にすごいよ。させなくていいよ。会長のことを知ってる私の推測でしかないけど、きっと彼は安心して金人口のことをあなたたちに任せてくれると思うわ。金人口で会長のことを信じてる老舗は少なくないわ。彼らの会長に対する支持はあなたたちの復興計画の障害となる。でも会長が公開会議での弁論を求めたことで交流を拒絶していた店舗たちもあなたたちの理念を理解する機会を得られたのよ。実は結構心苦しいんだよね。だって金人口の敵は会長じゃなくてスターピースカンパニーなのに。カンパニーも敵ではないのかもしれませんよ。カンパニーはもちろん参加しますよ。私は正々堂々と金人口の経営権を手に入れます。あんたカンパニーの人間だったの？召喚は
長楽天の業務を担当してるカンパニーからやってきた代表者よ。あんた、私はもともと現任の会長をその座から引きずり下ろすための手助けをするつもりでした。しかし後から私たちは同じ志を持つ友だと分かったんです。皆さんも不当の重要性を認識しているのに、どうして一歩進んで金人口の中心を物流にしないんですか。金人口に青函貨物船が所狭しと止まっている様子を想像してみてくださいよ。ここは普通の市場ではなく銀河に名の知られた商港になるでしょう。カンパニーが金人口を手に入れたらまた集まりましょう。一緒に金人口を復興させられることを願っています。ふん、あんたに負けるつもりなんてないよ。どうやら私は自信過剰になってしまったようですね。皆さん引き続き頑張ってください。交渉の際にまたお会いしましょう。同じく不当の労働者を手配して放置していた不当を整理してもらい、貨物整理の規模を拡張しました。これで不当はより多くの店舗と協力できるようになりました。それだけではなく、港口へと通じている通路も開放できました。これで物流計画はかなり楽になります。一緒に金人口復興に向けて頑張りましょう。いつも遠回りをしていると最後に損をするのはやはり私たち。先日正地味の円水さんに不当と提携してもらえるよう須匠さんに説得をお願いしたんですが、その件に動きがあったみたいです。須匠さんが手助けが欲しいと言っていたので、
あなたにお願いしてもいいでしょうか。ありがとうございます。私は入札書類の情報の準備をしているので、しばらく手が離せないんです。須匠さんは障子見であなたを待っています。早く行ってあげてくださいね。気候帳は同点を超えて配達できるんだよね。障子見の円錐は以前は会長派だったんだ。彼女は明記の計画を聞いて不当と提携しようとしてるから、今が好機だよ。あ、障子見の出前のことじゃない？それだけじゃないよ。明記が金人口を宣伝するいい機会だって言ってたの。だから金人口紹介と障子見の共同企画を提案したんだ。障子見のお弁当を買うだけで無作為で白露様の影絵図をもらえるんだよ。どう？わしが自分の身分を大切にしておらぬと怒られるではないか。実はもう円錐に話をつけてあるんだ。開催期間中、白露様はただで障子見の料理を飲み食いし放題。主の案に賛成しよう。円錐に会いに行こう。では、金人口紹介、障子見共同企画について話し合いましょう。簡単に言えば、障子見が特別共同企画定食を提供するの。お客さんたちがその定食を注文すると、金人口の買い物券をもらえるんだ。それだけじゃなくて、確率で金人口広報大使を務める白露様の影絵図も入手できる。定食の内容は円錐に決めてもらいたいの。でも形式から考えると、超お得お一人様定食、嬉しいお二人様定食、もしくは彩り家族定食になると思う。障子見のお客さんたちがお腹いっぱい食べた後に金人口に戻ってブラブラできたらいいなって思ってるんだ。何かの宣伝なら有名人を起用しないとダメでしょ。白露様は竜尊で探偵師の名医でもあるからすごく有名なんだよ。白露様が金人口の宣伝をすれば、きっとたくさんの人が来店してくれると思うんだ。その件に関しては専門外なので、皆さんにお任せします。わしに任せろ。いいえ、どんな影絵図を撮るんじゃ。3つの主題に沿って撮るってのはどう？一つは白露様と金人口を入り口、もう一つは白露様と気候帳、最後は白露様と小さな仲間たちとか。
金人口で撮るからいいの。じゃあ早速撮影を始めよう。てくれない？それは硬すぎんか？広告文は明記に考えてもらおう。次の撮影場所に行こうか。また広告文を考えてくれない？その広告文はずっと使い回せるな。広告文は明記に考えてもらおう。次の撮影場所に行こうか。この一文字を発音したときに顔が笑ってればいいんだよね。またまた広告文を考えてくれない？お願い、これが最後だから。その広告文は本当に万能じゃな。やっぱり明記に考えてもらおう。まずは戻ってエースを探そうか。先ほど円水さんが不当との提携に同意してくれました。白露様、これからは探偵士にいても正直の味を楽しめるよ。出前が始まれば店に厨房の人員を増やす必要がありますね。秘書さん、お尋ねしたいのですが、金人口入札の件で金人口が勝てる確率は高いんですか？落札できると言い切ることはできませんが、円水さんが私たちに加わってくれたおかげで勝算が見えてきたと思います。本当ですか？よかった。龍女様、どうぞ店内で燻製ハンバーグをお召し上がりください。やった、お腹が空いて死にそうだったんじゃ。
復興計画はまだ終わっていません。引き続き一緒に頑張りましょう。紹介で会計を担当している同僚から知らせが来ました。私たちはまだ収益目標を達成できていないそうです。金人口の復興計画はまだ終わっていません。引き続き一緒に頑張りましょう。不当の労働者が入庫中に
パオズは大きくて、ジャオズ。
金人口の復興計画はまだ終わっていません。引き続き一緒に頑張り、カンパニーの社員が8時間労働を保証するよう店舗に求めてきました。どうやらカンパニーは現地調査が足りていないようですね。Thank you.
カンパニーが何をしようと、金人口はいい意味で、商会が稼いだお金はまだたくさんあるとは言えません。引き続き一緒に頑張っていきましょう。カンパニーが何をしようと、金人口はいい意味で変わるべきで、架空運輸のエンフーさんは飛行長を兄弟と呼んでいます。さらには絶対に兄弟を見捨てないとも言っています。
ちょうどお伝えしたいことがあります。この段階の収益目標を無事達成しました。これは全てあなたや師匠さん、それから金人口の店舗たちのおかげです。紹介は皆さんの期待を裏切ることなく、このお金を叱るべきところに使うと約束します。またこのお金は不当全体の修繕と拡張に使われます。つまりしばらく不当の物流を利用できなくなるということです。
パオズは大きくて、ジャオズは小さい。長い間頑張ってくれたあなたと師匠さんをねぎらうために、紹介はコウおばさんのお店の料理を注文しました。ぜひ休憩して、さらに続く復興計画のための準備をしてくださいね。